当たりめっちゃ入ってないこれ。え、あっちゃんです。今日はこちら、じゃじゃん、1000円自販機です。初めてね、この1000円自販機僕挑戦します。実は昔からね、すっごく気になってたんですけど、なんと YouTube 初めて4年ぐらい経った今初めて回します。まあみんな知ってると思うんですけど、スイッチとか VR あるね。すごくないこれ。あと 3DS とかチェキとかもいいな。こんな感じでいろいろあります。果たして初めての挑戦で当てることができるのか。今回はですね、こちら1万円分なんですけど、挑戦していきたいと思います。本当に初めてだからすごく楽しみです。初めてで当たるかもしれないよね、こういうのって。ここですね、1000円しか入れられません。いきます。1回目、ここを押すんですね。下がね、ここ売り切れで、売り切れ売り切れ、あえて売り切れてない列を。いきます。ここだ。1個目。この音、なんか細長いの出て、平べったいの出てきました。こんな感じです。記念すべき第1回目の1000円ガチャの中身は、何これ、コントローラー。めっちゃすごいの出てきちゃった。なんか、待って、まずこんなね、高級そうなイヤホンが当たったので、めちゃくちゃいいよこれ。これちょっと高級そうじゃありませんか、このイヤホン。すごい。そしてなんかね、特別記念スピードくじというものが当たって、豪華景品ゲットのチャンスカードみたいなのが入ってました。普段から入ってるのかちょっとよくわかんないんですけど、ちょっともう一回やってみましょう。当たり券だったらやばくないこれ。2000円目いきます。さあ、今ここ押したからその隣行けよ。はい。出てこない。お、ラグがすごいよ、ラグ。やばやばやばい。じゃじゃーん、またしてもイヤホンなんですけど、ワイヤレスイヤホン、めっちゃくないこれ。さっきの有線のイヤホンですよね、きっと。ワイヤレス当たっちゃった。これ1000円ってめちゃくちゃいいんじゃないですか。すごい、イヤホン2つもあるんですけど、大当たりじゃないこれ。あ、待って待って待って、チケットついてない。そういえばほら、こういうチケットがついてません。ってことは1枚目でいきなり当たったかもしれませんが、続行しましょう。すごい、めちゃくちゃいいんですけど僕はね、この列に当たりを感じる。待って、売り切れになった今のところ。じゃあここ押します。遅いよ遅いよ。重た、音重た。やば、めっちゃ重たいんですけど、これやばいかも。ちょっと開けますよ。すごい重たい。待って待って、怖い怖い怖い。待って、この箱って当たりの可能性ない？さっきの法則からいくと。めっちゃいいんですけど、待って、やば、鬼滅の刃善逸のお財布が当たりました引きやば、引きがやばすぎて。待って、当たりチケットは入ってなさそうですね。すごい、今で3回目です。これめちゃくちゃ当たりじゃない？超神引きしてると思います。4回目いきます。やばい、めっちゃテンション上がる。僕はこの列に引かれてるみたいですね。じゃあ次、この隣のここ行きます。さあ、音は遅いんですよね。重たい、でかいでかい、箱がでかい。あ、軽いですね。箱はでかいけど軽いです。シール貼られてる。何これ。おめっちゃ待って、当たりしか入ってない説。待って、チケット、これまた当たり券が出ました。すごくない？当たり2連続です。そしてね、ほらこれ僕の大好きなディズニーの大当たりっていうか、雨めっちゃ強くなってきた。イヤホンが壊れちゃう。こんなすごいの、なんかみんな当たってない気がしますけど。では折り返し地点の5回目です。雨がやばい。ここ押したから、じゃあ次上行きます。上、遅い。おー、来た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 。何これ、ライト。これはハズレっぽいですね。ライトが当たりました。懐中電灯的なものが当たりましたね。絶対ハズレ。雨やばいから急ぎます。でも初めてハズレですよ、5回目にして。あと5回ありますから、これやばい。来てますね、僕来てます。いや、上の列、あ、売り切れた。結構これ残りの数も少ないからいいんじゃないですか。一番下行きますか。一番下、売り切れが多いので、ここ残ってるところを狙います。ここね。何これ。あ、いいんじゃないこれ。割と最新のペンケースですね。ペンが立てられるよってやつ。いいんじゃないこれ。まあまあまあ、ってことは最初の引きやばくない？この列やばいから、この列狙います。僕この列に運命を感じてる。7回目いきます。当たりがすごい出てるんですけど、嬉しい。これいきますよ。あー、最初信じよう、最初信じよう。最初でいきなり当たりを出したボタン。でも当たり続かないか。当たりなんて連続しないよね。薄っぺらい箱です。さあ、中身は、当たり券。
スマホ落下を防ぐもの、ちょっとよくわかんないので家で紹介しますよ。あともう一個入ってます。え、なにこれ、ライトこれはハズレっぽいですね。スピードくじっていうくじがついてますね。ディズニーパークチケットとか当たります。やばくない？この列熱いです。ラスト3回なんですけど頑張ります。いきますよ。ってことはこれ2連続当たり入ってる。もう一回やってみる。もう一回当たりチケット出たらやばいよこれ。お願い。薄っぺらい箱ですね。ちょっと軽い、ちょっと軽い。やっぱりチケット入ってる。当たりめっちゃ入ってないこれ。え、そして同じライトセットです。初めての被り。でも当たりついてんのやばくない？え、待って、もう一回。売り切れた売り切れた。ここじゃあこの残り2000あるのでこっちとこっち行きましょう。めっちゃテンション上がるんですけど。お願い。おお、重たい音。なんかでかっ。こんなものが当たりました。シール貼られてる豚のおもちゃです。これはちょっと外れ。いや、チケットついてんですけど。え、ちょっと待って、チケットやばくない？ちょっと豚のおもちゃも家で紹介しますね、雨なので。ラスト、ラスト。僕はこの列を信じます。やばい、売り切れになった。この列3つ売り切れにしましたよ僕。じゃあラスト、ここ売り切れか。来た、ラスト、いきます、最後。あー、薄っぺらい、薄っぺらい。え、手帳ですね、革の。あー、当たりチケット入ってなかったんですけど家でちょっと紹介します。お家に帰ってきました。すごい引き、バンバン紹介しますよこれ。うわー、リトルグリーンメンのこのポーチもすごくいい。金額書かれてるかなこれ。金額の札はありませんけど、これいいね。この気になるスピードくじっていうものね、これ気になってます、本当に。これにね、スイッチとか、いろいろあります。ちょっと待って、後でね。一旦一旦。で、善逸のこのお財布めちゃくちゃいいよ、これ。これ、イヤホンも最初の引きすごかった。おー、これチケットついてますね。これで2枚目か？これも何かよくわかんないか気になります。はい、3枚目のチケット。すごい、商品もついてて、チケットもついてるっていう。ほら、チケット。これ、ハズレのおもちゃかと思いきやですよ。一番最後に当てたやつ。革のすごくしっかりとした、手帳ケース的なイヤホンにチケット。いや、このイヤホン、高そう。ちょっと、いくらかも気になりますね。以上ですね。チケット4枚かな？これなんだ？ライト。こっちは、黒色のライト、当たりました。1000円以下だよね、きっと価値。300円とかな、イメージ。わかんないけどね。で、またしても、かぶりといえばこれかな？これがちょっと何かよくわかんないね。ちょっと、開けてみます。なるほど。落下からの衝撃を防ぐスマホケースっぽいです。これ確かに衝撃吸収してくれそう。スマホがこんな感じになりました。カメラと被っちゃってますね。これで落としたとしても平気なんだ。確かに角から行っても大丈夫だし、横も大丈夫だし、こうできる。壊れ、これぶつかりそうじゃん、普通。大丈夫です、これでも。すごい、これはすごい、確かに。そしてこのライト、ここから光るのとここで光るのの 2way。 開けます、イヤホン。見た目がすごく高級そうです。ほら、高級そう。デザインもなんか結構おしゃれですね。安いですね。音が、音に厚みがないです。すごく薄っぺらい音してます。まあ見た目はいいですけど、まあなくした時の予備として僕は使いますね。外に結構イヤホン持ち忘れちゃうことってあるのでね。これですよ、 Bluetooth ワイヤレス。これはね、いいんじゃないかな、ワイヤレスイヤホン。あ、普通、まあ無線接続できてこれならいいんじゃないかなって思います。いいですね。よし、ではでは。あ、この豚ちゃん、炭酸3本ってすごいな。あ、びっくりした。え、速そう、足早い。お、光ってる。お待たせしました。今回スピードくじというものが5枚当たったので、今すぐ剥がしてアクセスして豪華商品をゲットという感じで。これが5枚、すごいよ。何が当たるんだろう。え、あそこに置かれてないものが当たる可能性ありますよね。ちょっと開けます。開けてみます。じゃじゃん。あ、なにこれ、中吉でも。え、待って待って待って、これ QR コード大丈夫？え、待って待って待って、あー、QR コードやばい、 QR コードやばいって。これピンチピンチピンチ、濡れてるのやばい。嘘、中吉？いや、これも濡れてるな、ちょっと。
YouTube とかも見てみたんですけどね、結構みんな1万円使ってね、これ1枚当たるか当たんないかとかがほぼほぼだったので、何枚も当たってる人はね、いませんでした。僕が見た限りですけど、本当にすごいなって思いました。だからもう5個あるから2分の1の確率で来てます。こちら、中吉とか、小吉とかね、まあ、中吉って多分大吉の次とかさ。で、こちらね、ログインできなかったんですよ。いろいろ試したんですけどね。もしログインできて、何か景品が分かった時は、LINE のタイムラインでね、報告したいと思いますので、よければ、概要欄にね、LINE ありますので、ぜひ、まだ登録してない方、よろしくお願いします。まあ、これは一旦置いておいて、それでもなかなかの引きです。Bluetooth イヤホンとかすごくいいですね。今、鬼滅グッズめちゃくちゃ高く売られてるのでね。これはすごい。しかも僕の推しキャラの善逸っていう。これが一番のあたりかな。これお財布なの？これもお財布だ。こんな感じで外側に小銭ついてますね。まあ、こうパコーって思いっきり開けるから、で、カードも取りやすいし、これ使いやすいですね。ちょっと平べったい、すごく変わった形なんですけど、お財布が2個、黄色で届きました。大満足な結果でした。こんなに出ちゃうと、またやっちゃいますよね、これ。気になって。この動画がすごいなって思った方は、ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いします。そして、LINE の報告もお楽しみにお待ちください。バイバーイ。この度、公式 LINE 完成しました。公式 LINE といっても、僕はお友達をコンセプトにね、みんなと距離感が近く、僕もお友達の気持ちで送りますし、みんなもお友達の感覚になれるようにすっごくこだわってやってるので、こちらの QR コードとか概要欄にね、 LINE のリンクあるので、気軽に登録してみてください。